どうもこんにちは、たまちゃんです。さて前回はディアブロ4で超レアユニーク装備が比較的簡単に入手できてしまい大炎上という内容をお伝えしましたが、そこから本日早朝に公式から発表がありました。ようやく何らかの対処が行われるのかと見てみたのですが、なんと何もしないことが決定しました。というわけで今回はこちらを見ていきましょう。まず何が起きたのか、詳しくは前回の動画を見ていただくとわかりますが、簡単に説明しますと、ディアブロ4には超レアユニークと呼ばれる入手確率が極めて低い装備品が用意されています。もう一生かかっても入手できないなんて言われるくらい、もう入手できたら漏れなく脚光を浴びれる夢のような装備があるわけで、もうみんなそれを欲しいわけです。で、ここで昨日、ディアブロ4の公式のライブストリームで、開発の責任者の人から、ヘルタイドの宝箱からは、ユニーク装備が出ないということを知らなかったという発言がありました。で、そのライブストリーム終了後に行われたアップデートで、ヘルタイドからユニーク装備が出るようになりましたという実装が盛り込まれました。で、この実装が急遽行われたのか、事前から予定されていたのかはわかりませんが、結果として開発側に見落としがあり、もうヘルタイドの宝箱から超レアユニークが特定の条件でボロボロ出てしまったという結果となってしまったわけです。もうそれにより海外がまた大荒れでどうなってしまうんだという話が広がっていたわけですが、まあただレディットや公式フォーラムを見るのは全体のユーザーのごく一部の人なので、今回の騒動に関してまだ知らない人が大半なわけであり、もうここから私のような YouTuber などによってじわじわと情報は広がっていき、もう早期のブリザードからの何らかの表明と対処が求められる状況でもあったわけです。そして本日7月8日の早朝に公式フォーラムでホットフィックスという形で開発者の人から発表がありました。しかし初めに言った通り何もしないということが決定したわけです。順番に見ていきましょう。バグの修正、ユーバーユニークアイテムがヘルタイドチェストからドロップする可能性が意図せず高くなっていた問題を修正しました。このウーバーユニークアイテム、これは超レアユニーク装備のことです。で、ヘルタイドチェストというのはヘルタイドの宝箱のことです。まあ、ドロップ率が意図せず高くなっていましたと。で、さらに開発者のメモとして、ここからは一気に読みます。上記の変更により、ディアブロ4でのウーバーユニークドロップが再度有効になりました。1.0.4 のリリースから4月6日の夜に、ゲームからウーバーユニークアイテムを無効にするまでの間に、合計142アカウントのみがウーバーユニークを取得したことが判明しました。で、これらの項目をアカウントから削除する予定はありません。将来的にはバグやエクスプロイドが他のユーザーのゲームプレイに影響を与えた場合に、ゲーム内の公平性を維持するための措置を講じる必要があるかもしれません。まあ、レディットでは少なくとも30アカウントは超レアユニークを入手できていたみたいな報告がありましたが、まあ実際にはもっと多くて142アカウントだったそうです。で、これらの項目とありますが、まあこの項目はアイテムですね。まあそのアイテムをアカウントから削除する予定はありませんとあって、なんで?と思う方もいることでしょう。
これまだちょっと説明が足りないでしょうね。もう不満に思っている人を納得させることができない。で、最後のこの説明が良くないですね。措置を講じる必要があるかもしれませんというすごい遠回しであり、バグやエクスプロイトで影響があったとしても修正はしないかもしれませんとも言ってるわけです。そして他のユーザーのゲームプレイに影響を与えた場合とありますが、今回の問題はそこじゃないんですよね。他のプレイヤーに影響を与えるかどうかじゃなくて、心情的な問題なんですよ。まあ PVP の問題はありますが、そちらは今、まあ各地でね、議論がなされており、まあそれは置いておいて、一言で言えば、まあ今回の問題は、この措置を取らないという点も踏まえて、おかしいだろうという、そういう話ですよね。で、このウーバーユニーク、それを入手した人も、知らないでポロッと入手できたというのであれば、まだわかりますが、多くはドロップ率が異常であることが分かっていて入手したわけですよ。もう海外のストリーマーがすぐに手法を動画にして公開していたためです。で、その入手した人たちは不具合の悪用、まあ、エクスプロイトに当たるのかどうか。大抵ネトゲでは不具合の悪用は一発でバンになったりするのですが、ただ今回は特殊な操作で何かを行ったではなく、もう宝はこう普通に開けるだけという誰でもできてしまう内容であり、まあ、なので不具合の悪用には当たらないでしょうね。した人は悪くありません。よってミスの責任は開発側に大きいのですが、そのミスに対して何もしないと言ってしまったわけです。で、例えばその超レアを入手した人たちからそのアイテムを削除すると決定した場合、開発側を支持する人がいる一方、奪われた人たちの中からはもう責める人も出てきて、まあそれが責任というものにもなってくるわけですが、しかし何もしないんですよ。で、今回の超レアユニークを入手した人たちは有名ストリーマーを含むため、その人たちから取り上げるとネガティブな動画を作られてしまうから何もしないことを選んだんじゃないかなんて意見もありますが、まあ妹の時とかね、すごかったですからね。まあしかしね、だとしてもそうではない人たちから見ると納得はされにくいでしょうね。で、前回の動画で長年のチート武器に対する対応がまずかった例として、フォールアウト76を挙げましたが、一方そのチート武器の削除を決定した時の説明と動きは、もうベセスダはすごい良かったんですよ。公平性を重視しての削除となり、一部ではなくそれ以外のユーザーが皆平等に遊べるようにしたわけです。で、その決定の中で反対して暴れるユーザーが出てきたわけですが、そこでベセスダは結構踏み込んだ言葉で暴れるユーザーを制しました。開発側が意図してないもので、なぜ他のユーザーの体験を台無しにするのですか。公平に保つことは少数のチート武器を持っている人たちにとっても良いことですというものです。そう、公平性というものとその開発側が意図していないというものは結構強い理由にできると思うんですよね。まあ今回もブリザードは意図せずと説明してますからね。なので削除される側だとしても、まあ今回は納得してもらえるんじゃないかな。の開発側のミスであり、短時間のことでもあり、公平性を考えるのであればですよね。で、納得してもらえないのであれば、そちらに対して気を使うのではなく、結果として不平等を与えられてしまったそれ以外の大半に対して気を使ってほしいですよね。で、ここでまたしょうもない煽りコメントみたいなものも当然あるわけで、全ユーザーのうち142という 0.00 何%の人が入手したアイテムをそんなに気になるのですか？
という輩が出てくるわけですが、じゃあもうその通りだ。ならばその 0.00 何パーセントのユーザーのアイテムが消されても誰も気にならないので消しましょうとなりますね。まあただしかし、今回のブルーポストと呼ばれる発表は急遽の修正の報告なので、まあ今後もう少し納得できるしっかりとした説明がされるんじゃないですかね。まあ今土日を挟んでいるので、問題が起きたのならなおさらしっかりと休まないといけませんからね。で、あと少しでシーズンが始まるからスルーして良いだろうと考えているのであれば、それは問題をずっと残してしまうので、今後の開発側とユーザーとの対話が求められるところですね。さあ、というわけで今回は超レアユニークドロップ問題に対して開発側はどう動いたのか、そちらに関してお届けしました。